防衛施設長、防衛施設長、防衛施設長、ディフェンスファシリティーズアドミニストレーションエージェンシーは、かつて存在した、日本の行政機関。主に在日米軍や自衛隊が使用する施設の取得、工事、管理、周辺対策などを所管した。1947年、占領軍の調達業務を担う、広報陣の特別調達庁として発足。 1949年、国の行政機関になり、1952年、調達庁に改称。1962年、防衛施設庁へと再編された。2007年1月9日、防衛庁が防衛省に昇格すると外局として統合され、同年9月1日で廃止された。なお、2015年10月に新たに防衛省の外局として、 防衛装備庁が設置されたが、設置目的や任務は防衛施設庁とは全く異なる。2007年1月の防衛庁の少々閣までは内閣府の下部機関であった。外局の外局という規定がないため、当時より厳密には防衛庁の外局ではない。しかし、業務の実態としては防衛庁の外局に相当すると見られており、 課長級以上の主要ポストは防衛庁出身の官僚で独占されていた。また、防衛事務次官には大蔵省あるいは警察庁出身の官僚が就任するのが慣例であったこともあり、防衛施設庁長,長官は防衛庁出身の官僚の上がりポストとみなされるのが一般的であった。さらに大蔵省あるいは警察庁出身の官僚が防衛事務次官の準備ポストとして、 防衛施設長長官に就任する場合もあった。総理府、内閣府の外局である大臣庁防衛庁の下に、さらに庁防衛施設庁を置く場合、国家行政組織法、内閣府設置法ではその、庁内庁の区分故障を、外局の外局とは規定しておら、1958年8月1日から、中央省庁再編後の現在に至るまで、前身の旧、 調達庁と防衛施設庁は、他の法令では一貫して、防衛庁の外局でなく、防衛庁に置かれる機関、または、防衛庁の機関と表切れているが、一方で、中央省庁等改革基本法、平成10年法律第103号第10条第7項に、防衛施設庁は、防衛庁に、その外局として置くものとする。との表現があるため、中央省庁再編。 2001年1月6日以降の防衛施設庁に限り、これを防衛庁の外局と考えることは必ずしも誤りではなかった。ただし、中央省庁等改革基本法は再編の指針を示した法律に過ぎず、組織の名称、内容を直接的に規定する防衛庁設置法と内閣府、総務省による国家行政機関一覧の合同告示、 原則年1回官報校では、防衛庁の機関とされ、外局の表現は用いられていなかった。上記のように、基地がもたらす、外部不経済の緩和策の担当官庁であり、基地周辺住民、自治体にとっては防衛庁、自衛隊などより、身近な面で接するところがある。その中で、中心的な行為は損失保障、防音対策工事などである。当初は、 行政措置により実施されてきた障害対策もあったが、徐々に立法措置で包含する範囲が拡大していく。根拠法については、下記のような変遷をたどってきた。特に、基地周辺の住宅防音工事、通称民防工事は、周辺対策の中でも最重点対策として位置づけされた。旧整備法の成立は、民間空港の騒音対策を対象とした。 公共用飛行場周辺における航空旗音による障害の防止等に関する法律より1年早かった。1973年には環境庁より航空機騒音にかかる環境基準についてという告示が出され、軍用、民間を通じた国内のスタンダードとして位置化される。基地関係については全国約30カ所の飛行場周辺を対象に継続されていった。 防音工事の対象とされたのは、第1種区域、75WECPNL 以上、と言われる区域であった。特に工事が活発であったのは1980年代までだが、その累計額は1974年から2004年度までで、約40万世帯、総額1兆6000億円に達する。また、第2種区域、 WECPNL90 以上では移転保障が実施され、飛行場によっては集落の集団移転も実施された。第3種区域 WECPNL95 以上では緑地帯の整備が実施される。反対に飛行ルートそのものを住宅地域から遠ざけるため、基地の側が移転を計画したケースもある。岩国飛行場の沖合展開。 普天間基地移設問題はこのために発生した。新設基地でもこのような措置が考慮されることもあり、舞鶴基地で長浜地区に2001年完成したヘリ部対応の舞鶴航空基地などが例として挙げられる。蒸気の外、各防衛施設局にはそれぞれ防衛施設地方審議会が置かれた。防衛施設庁の廃止に伴い、その機能は防衛省本省に統合された。 施設部及び業務部の所長は防衛省の内部部局として新設された地方協力局に建設部の所長の内規格立案部門を分けり、装備局に実施部門は装備施設本部、装備本部を改祖にそれぞれ移管された。また、防衛施設局は装備本部の地方支部と統合して地方防衛局に改祖された。これらの改変の根拠となった。 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律、平成19年法律第85は2007年6月8日に、交付2007年9月1日に施行された。いずれも統合に伴い廃刊、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。